医師不足。医師不足とは、医師の数が医療を必要としている人数に比べて不足すること。本校では20世紀末以降の日本における医師不足について記述する。医師法第6条第3項に、医師は2年ごとの年の12月31日における、氏名、住所、医療に従事する者はその住所、従事する診療加盟等の事項を届け出ることになっている。 その集計結果が翌年12月に厚生労働省から公表されており、医師数、年齢構成、病院、診療所別分布、都道府県別分布等を知ることができる。平成20年度医師数調査では、平成20年12月31日の全国の届け出医師数は286,699人、男234,702人、 81.9%、女5万1997人、18.1%、平成18年度調査から8772人、3.2%増加している。人口10万人あたり224.5人で、前回調査から7.0人増加している。10年ほど減少していた産婦人科、産科、外科の医師数が増加に転じた。なお今回から、 新しい診療科名での統計となっている。ただし、日本の医師数は、アメリカのように、医師数をフルタイム勤務の医師一人で換算し、医師免許があっても働いていない人は、カウントしないようなことはしておらず、働いていない医師でも、医師免許を持っていれば医師数にカウントしている。このことにより、 結婚で家庭に入った女や高齢で引退した医師免許を所持しているだけで働いていないような医師医師数にカウントされていることが予想されている。さらには厚生労働統計は医師が死亡しているかどうかを把握しておらず、死後に遺族から医師免許が返納された分だけをマイナスしているため、すでに死亡している医師がカウントされている可能性もある。 日本医師会からは、医師会会員数が12月に発表されるが、平成21年12月1日の会員数は16万6883人で、あり、厚生労働省の発表と大きな隔たりがある。医師過剰を懸念し、医師数抑制を最初に提起したのは、厚生省ではなく、当時、長方期的強権を発揮していた第二次、臨時行政調査会だった。 具体的には、臨時行政調査会が1982年7月にまとめた行政改革に関する第三次答申基本、答申マイナスの中で、社会保障の医療費適正化と医療保険制度の合理化等の項の医療供給の合理化2番目に、医療従事者について将来の受給バランスを見通しつつ、適切な要請に努める。特に、医師については、 過剰を招かないよう合理的な医師養成計画を受立すると提言した。これを受けて政府は同年9月の閣議で医師、歯科医師の養成計画について検討することを決定し、医師抑制策が政府決定となった。またそれ以前から医師出身の意見議員が国会で医師過剰論を唱えていた。多くのマスコミも疑問を投じることなく医師過剰を事実として報道した。 しかし、医師課上の数字は1948年の医師数算定法に定められた標準医師数を根拠としており、1980年代の医療現場の実情に基づくものではなかった。当時の日本の対人口医師数はすでに OECD 諸国平均より低く、その後も他の先進国との差は広がっている。日本の対人口医師数が 他の先進国の平均に追いついたことは未だかつてない。日本国内においては、医学部を卒業し、医師国家試験に合格することにより、遺跡に登録され、医師として活動することができる。もし、その数が増えすぎた場合、医師及び病院の間で過等競争が生まれてしまう。1975年前後に、各県一医大の構想及び私立新設医学部の 急増により医学部入学定員が大幅に増やされ逆に現実的に医師過剰が危惧されたため、1984年以降、医学部の定員が災害時に比べて7%減らされることになった。この背景には、当時の厚生省保健局長、吉村糸氏が提示した医療費防告論があったとされる。開業医中心の日本医師会もこの政策に同調した。 医療費抑制政策に転換以降、厚生労働省は長らく、1948年の医師数算定法に定められた、標準医師数に基づき、医師過剰を報告し続け、2006年までは医師不足はなく、偏在しているだけであるという見解を守り通していた。しかし、2003年からの森林省研修医制度の影響などもあって、地域医療の崩壊。 医療崩壊が現実化する中で、現場の勤務医の訴えが国民の耳に届くようになり、日本医師会も2007年2月になって、医療提供体制の国際比較を発表し、日は、偏在が医師不足の主たる原因であると言ってきたが、それに加え、絶対数も十分ではないことが分かったとして、それまでの方針を転換。 厚労省交換もまた2007年に入ると、医師の絶対数の不足について言及するようになった。そして、ついに2008年6月、舛添要一厚労省のもと、安心と希望の医療確保ビジョンが打ち出され、医学部定員削減閣議決定の見直しとともに、医師養成数の増加の流れが確かなものとなった。日本の医師不足は、以下の8点に分けて記載する。 日本国内における医師の数は2005年現在、約29万人と言われている。この数値は、人口1000人あたりで見ると、OECD 加盟国の平均以下であり、OECD の平均と比較すると、医師数の絶対数は大きく足している。日本で、最も人口あたりの医師数が多い京都府でも、人口1000人あたり2.7人で、 OECD 加盟国平均の3.0人に達しておらず、最も少ないのは埼玉県で人口1000人あたり1.5人である。しかも日本の場合、就業の実態を問うことなく医師免許所有者をすべて医師数に含めており、実際に医療にフルに従事しているのは21万3000人に過ぎない。この数値を人口1000人あたりで見ると、 OECD 諸国で68位の大韓民国。これとは別に、官易者がいるや69位のクウェート、人口が、都市集中で国土の9割以上が、人口規迫地帯なので医師が、都市集中で、肩不在でも問題ない。また、隣国のサウジアラビアに医療を受けに行くという、選択肢があると、同水準になってしまう。また、女性医師が増えてはいるものの、結婚、出産、 子育てなどと医療との両立させる環境が整っていない場合が多く、結果として臨床の現場に復帰できずに家庭に入ってしまうケースもあり、現場に出ている医師数の減少に拍車をかけている。よく、医師数自体は増えていると言われるが、長年に続く医学部定員抑制の結果、微増してるのは44歳以上の医師と医師免許を持ってるだけで、 医療行為はしていない退職した元医者であり、若手の医師は全く増えていないのが現状である。日本の医療はフリーアクセスであるため過剰診療が指摘されており、人口一人当たりの診療回数は OECD 各国中で1から2、医師一人当たりの診療回数については OECD 各国2であった。患者から寄せられる共通した苦情は三時間待ちの三分診療であり、 長い受診予約リストは深刻な問題だと OECD は報告している。従来地域の総合病院が医師を確保する方法として医局の人事による派遣が主であった。病院は医局から送られてきた医師を直接雇用し治療に当たってきた。医師の交代などの人事権は各科の医局の一存で決まっていた。このシステムによって地域の総合病院の人的資源は 維持されていたが、その非民主主義的な側面を問題としたマスコミや、官僚により解体が取り沙汰されるようになった。そして、2004年4月からの新医師、臨床研修制度によって、実質的な医局解体の動きをもたらされることになった。この新医師臨床研修制度の開始に伴い臨床、研修指定病院の要件が緩和され、従来、大学病院など、 特定の病院においてのみ研修が可能であったのが、一般の民間病院においても研修ができるようにった。これにより、新人医師、研修医は大学医局に属することなく初期研修を受けることができるようになり、医局の人事権は大きく損なわれることになったのである。さらに、新人医師は多彩な症例が多い病院を選択する傾向があり、 白球で直接医療と関係のない下働きが多いとされた大学病院や症例の多くない地方の病院や小さな病院での研修を避けるように言った。しかも都市部の民間病院でも医師不足は深刻な状態にあるため研修後も大半は地方の大学病院に戻ることはなかった。そしてこの一連の流れにより大学病院での医師が不足するようになり、 大学病院は高水準の医療を維持するために地方の病院に派遣していた医師を引き上げる結果となった。こうして地域の総合病院などから医師が引き上げられたことで地域病院の診療科が次々と閉鎖に追い込まれるなどの問題が日本国中で生まれるに至った。日本の医師不足を語る際に僻地治療という切り口があるが 東北海道の釧路市のように県庁級都市であっても深刻な意思不足状況にあるという問題にも着目しなければならない。東北海道は釧路、根室と勝阿波市を包括するエリアで面積にして四国島の2倍、人口100万を数える地域である。ここでが釧路市のような都市部でも意思が足りない。日本で 最も対人口一数の多い地域でも先進国平均には達していないが新医師臨床研修制度の問題で壁地に派遣されていた医師が一局人事により引き上げとなり新たな補充もなく壁地から医師がさらにいなくなるケースが生じているそのため各病院は自力で医師を探すことを強いられるようになったしかし壁地と呼ばれる病院に 自主的に勤務するインセンティブはなく、結果として地域偏在による医師の不足が顕在化し始めている。都会の病院や地方の大病院、有名病院の方が症例数も多く、新たな技術を常に学ぶことができるなど自らのキャリア形成につながることからやりがいがあると思う医師が多い。居住する地域の利便性、子供の教育環境を考え、 都会の病院を選択することもある。また、平基地の勤務状況によっては、ほぼ24時間365日の拘束をされる、勤務を要求する病院もあり、体が持たないと、辞めるケースも見られるようになっている。さらに、一部の地方病院では、非常に高額な報酬を設定して、医師を招聘するなどの試みが行われているものの、時として、 求めに応じた医師に対して抽象めいた発言が、市議やマスコミからなされる。こうした社会的要因も、また、医師の就業環境を低下させ、医師の着任や定着を阻む要因となっている。例えば、2006年に、大瀬総合病院に迎えた、産婦人科医師との交渉が決裂した原因について、大瀬市の伊藤千佳久,久市長、当時は、報酬額の折り合いではなく医師の高額報酬に、 対する中傷が原因との見解を示し、当該の医師もそうした中傷を耳にして、残る気持ちをなくしたと述べた。地方同士で比較した場合、県民経済計算で、福島県は、大分県のおよそ1.5倍の経済規模を持ち、県民総生産も、県民所得も、医師の平均給与も福島県の方が、大分県より高い。東京から2時間以内の福島は、 大分より都会へのアクセスが良く、利便性も高い。しかし、人口10万人あたりの医師数は、大分他県の方が多い。このように、必ずしも経済、利便性、医師給与などだけでは説明のつかない地域格差もある。一席登録は、都道府県単位で行われており、医師は登録変更をしない限り県境を越えて、臨県で、 保険診療ができないという制度上の問題もある。内科、外科、小児科、産科、救急は過酷な勤務状態にあり、転科したり、そもそも死亡する医学生が減ってきている。2004年から始まった新医師臨床研修制度において2年間の間に複数の都がを研修するスーパーローテイト式の臨床研修が事実上義務付けられた。それまでは、 大学卒業後にそのまま死亡家の医局に入局していた。この状況は言い換えるならば新人医師は自分の死亡家の具体的な勤務状況をイメージできる前に選択していたのだが研修制度により希望の有無を問わず様々な都がにも診療を行う必要が生じた。そのため死亡家の過酷な医療状況を目の当たりとし死亡を変えるケースもある。特に産科は 福島県立王の病院参会逮捕事件の影響から逮捕されるリスクがあるとの認識が広がっており、産婦人科が参加を廃止したり、医学生が死亡の選択肢から産婦人科を除外する、刑が強くなった。また、従来の勤務医も過酷な労働条件に耐えかねて、退職や開業をしたり、フリーイーター化する医師が増え、勤務条件の悪い総合病院等の 特定診療科における医師不足の拍車をかけている。例えば、女性医師の増加により、家庭と育児の両立が可能な勤務形態が望まる、中、それが実現していないとがは、ますます不人気になり、より一層労働環境が悪化するといった悪循環が見られる。この結果、皮膚科、眼科等の診療科に医師は流れていると報道された。ただし、日本眼科医会は、 根拠のないものであるとして反論している。2008年4月から病理診断科、臨床検査科は標榜診療科になったが、そこに働く病理専門医や臨床検査専門医も絶対数が不足している。また観察医や解剖医も医師が不足している。現在の医療保険制度では診療報酬は医師の技量や経験と関係なく支払われる。したがって、 病院経営者としては給与の高いベテランの医師よりも給与の低い若い医師を雇用する方が経営上有利であ。2004年に始まった新医師臨床研修制度により医師は卒業時に地方大学を離れ教育訓練環境の整った都会の病院を研修先として選ぶようになり経験と技量を優れた環境で身につけることにいった。これが新医師研修制度の本来の 目的であったのだが、このことにより給与の安い医師が選択的に地方から減り、地方大学も若い医師を地元病院に貸し出すことができなくなり、地方病院の経営を圧迫するようになった。近年、インフォームドコンセントなど、患者の権利と自己決定権を尊重する傾向が高まり、あらゆる処置や検査のために医師が患者にリスクとベネフィットを説明することが求められ、 また、規制強化による文書類の増大が進み、医師の過剰労働と医師不足に拍車をかけている。日本は国土が狭く、中核病院から1 0 0トル以上の距離にある地点は極めて少ない。また、中核病院から2時間以上の距離にある地点も少ない。一方、アメリカやオーストラリアと比較すると、市民の距離間隔は非常に短く、 100km 圏内、2時間圏内に中核病院があっても病院が遠すぎる、あるいは病院がないと認識する。その結果、小型の医療機関に少数の医師が分散し、各医療機関での医師充足を難しくしている。厚生労働省は、医師不足対策の一環として、国立医学部の入学者を増員することを予定している。しかし、卒業生が、 現場で活躍できるまでには相当の年数を要し、現在の状況が改善に向かうのはすぐには期待できない。女性医師が現場復帰しやすいように育児と両立できる職場づくりが模索されている。しかし、医療現場の現実はますます厳しさを増しており、ワークライフバランスを今すぐ確立するのは現実的とは得ない。また増加した女性医師の育児出産などに伴う、 実質稼働可能な医師数の減少により、さらに就業環境はさらに悪化するケースもある。医師を外国、特に途上国から招致しようという動きがある。しかし、日本で医師免許を取得するためには日本語で国家試験に合格できるレベルの語学力がなければならない。また国家試験を受ける前に日本語能力試験 n 1の合格。 日本語診療能力試験に合格するなど様々なハードルがあり現実的ではない。また諸外国で経験を積んだ後来日場合、日本で初期臨床研修を行っていない場合、一律に初期研修を改めて受けなければいけない。アメリカ合衆国の医師免許である USMLE は世界50カ国に受験会場があり、日本の医師免許はそのような整備がされていないなど、 制度上の遅れがある。一方、途上国の医療従事者が移住先として、あえて労働環境が劣悪で制度上のハードルの高い日本を選ぶ、経済的理由は少ない。フィリピンでは、医師が高い給与を目当てに、アメリカに渡って看護師して働き、自国の医師不足を深刻化させていることが、社会問題化している。ちなみに、 イギリス医師会雑誌 BMJ によると病院勤務の医者の平均年収はイギリス8万ポンド強、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアは4の5万ポンドになっている。医師の業務の多様化に伴い、医師の業務の一部を看護師、介護士、事務員、検査技師などが代行できる要制度改革を行うことが検討されている。しかし一部の公立病院などでは、 正規雇用の事務員や看護師の方が長時間、超過勤務をしている、非正規雇用の医師より実態時給が高いため、コメディカルに医師の仕事を一部代行させることは、病院営業必ずしも有利ではない。勤務医を辞めて開業した医師に一時的な病院勤務を義務付けたり、院長になるために、僻地勤務経験を義務付けたり、産婦人科、小児科の研修を義務付けたり、 各診療科ごとの定員を設定しようという、いわゆる医師の計画配置の提案がなされている。しかし、診療所の多くが赤字経営をしている現在、開業医にさらなる負担をかけるのは、地域医療を今まで上に疲弊させる可能性がある。地域医療や産婦人科医療を義務付けたとしても、実際に現場で必要とされている技能を身につけるために、必要な年数の高勤務を義務づけるのは、 現実的ではない。さらに、これ以上のリスクを負加することは、医療職希望者のさらなる減少につながりかねない。また、現在、遺跡登録は、都道府県単位で行われており、医師は県境を越えて、臨県で保健診療ができない。このような規制を取り払えば、各都道府県ごとに、すべての診療科を揃える必要もなくなり、計画配置の必要性も低減する。 日本経済新聞が2008年7月6日、長官で全国各地の中核的な病院を対象に実施した調査結果を伝えている。記事によると、回答した約550病院の約6割が2007年度までの4年間に医師が確保できなという理由で診療体制を縮小していたことが分かったという。その後、復旧したのは9.7%に過ぎず、大半は 診療体制が縮小されたままであった。縮小された診療科は多い順に内科、産婦人科、小児科、麻酔科、自備科、自備咽喉科、眼科、皮膚科であった。ただし、これは中核病院に限定したアンケート調査であり、小規模病院や診療所、及び個人開業医の実態などは反映されていない。また、医師不足により病院が閉鎖されるケースもあり、 最悪医療難民を生み出すケースも考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。